シ小ディッチは、ロンドン中心部の東側ハックニークにある地区。ベスナルグリーン界隈は、タワーハムレッツ区にあたる。金融街のシティオブ、ロンドン中心街の北東資金に位置する。シ小ディッチは1996年以降、ハイテク振興企業や流行に敏感な若者が集まる地域として発展した。同地区では、 居住地域が再開発によって地価が高騰し、ジェントリフィケーションが進んでいる。レストランやセレクトショップが多数あるほか、イギリスで唯一家具とインテリアを専門とする博物館である、ジェフリー博物館がある。衝撃地は、ロンドンでも特に落書きや色鮮やかなストリートアートが多い地区。ホクストンスクエア、またはブリークレーンマーケット周辺で有名な、 覆面芸術家バンクシーの作品も見られる。ショーディッチのオールド・ニコル・ルーカーリー地区貧困調査地図、バウンダリー・ストリートショーディッチ・ホクストン・スクエアの隅に、かつて存在した、バンクシー作品12世紀に、ショーディッチのセントレナーズ教会と、ホーリーウェル・アウグスティヌス修道院が設立された。1576年に、ジェームズ・バーベージが、ショーディッチのニューインヤードに、シアターザというロンドンの、 初めての成功した劇場を作った。この劇場は1587年から劇作家、ウィリアム・シェイクスピアが関係であった。シェイクスピアの初期の戯曲のいくつかは、シアターザマまたすぐ近く1577年に、建設されたカーテンザで初演が行われた。1594年に、区内外人一座として知られる劇団が結成され、座はやがて、テムズ南岸のサザークに、 グローブ座を建設した。ショーリッ地は、ロンドンのテムズ菓子の港が近いので、代々移民の多い下町だった地域。17世紀はフランスから迫害を逃れてやってきた、ユグノー教徒やユダヤ人移民が多かった。元はあまり治安が良くない地区だった。ビクトリア長期、ロンドンの最悪のスラム住宅がいくつもあったために、有名であった。社会改革運動家。 チャールズ・ブースが1889年に出版した貧困調査地図、ロンドン市民の生活と労働の調査対象がこの地区だった。1800年から第二次世界大戦まで、小ディッチやホクストンは劇場とミュージックホールが有名であった。小ディッチまた近い地区は第二次大戦中にザブリッツ内市ナチスドイツの空襲による攻撃で大きなダメージを受けた。 19世紀に整備されたリージェンツ運河や鉄道が通ることから工場や倉庫などが多かった。1970年代あたりから製造業の衰退などでその多くが閉鎖。街中はかつて貧困層の多いエリアだったが、その分賃料が安いことから1990年代後半からアーティストやクリエイターが好んで住み始めた。2008年頃より、 IT 系のスタートアップ企業が次々と流入し政府が発表したイーストロンドンテックシティ構想がきっかけで2010年頃には企業数が急増オールドストリートラウンドアバウト2010年キャメロン首相も小ディッチをイノベーションの倍地にするというアイデアの促進に一役買ったハイテク振興企業のため小ディッチのオールドストリートラウンドアバウトは シリコンラウンドアバウトという愛称、俗称でも知られる。2010年に発表したイーストロンドンテックシティ構想とは税制優遇措置、教育交換や投資家関係も含む情報技術に特化した英国政府による積極誘致政策である。ロンドンの金融外資機が南西側の目と鼻の先にあるため、テックシティにはフィンテック、広告代理店、 金融工学やデジタル分野などの振興企業が多数、たかる。プリンシパルプレイスには、2017年からアマゾンドットコム UK 本社が入居した。また、ショーディッチ界隈には、多様なコーキングスペースが点在するだけでなく、仕事のできる力フェア、同業者との情報交換ができるバーや、パブも多い。ロンドンオーバーグラウンドイーストロンドン線。ありがとうございます。